パソコンで文字入力する時にはどのようにしていますか音声入力やスクリーンキーボードなど文字入力する方法は増えていますがほとんどの人は物理的に触れるキーボードを使用してるでしょう。そしてキーボードを使って 日本語をパソコンで入力する方法はローマ字入力と仮名入力の2種類になります。多くの人がローマ字入力でしょうからキーボードにひらがなが刻印されていても目障りに感じるかもしれませんね。キーボードにひらがなが刻印されていて目障りに感じる原因は 手元を見ながらキーボードで文字入力をするサイトメソッドを行っているからかもしれません。手元を見ずにタイピングして文字入力するスキル、タッチタイピングが身についていれば、キーボードにひらがなが刻印されていても、そもそもキーボードを見ませんから、目障りに感じないでしょう。 ですが誰もがタッチタイピングを行っているわけではありませんしそもそもカナ入力する必要性がないのでこのひらがなが邪魔で仕方がないと思っているかもしれません。ですがカナ入力には大きなメリットがあるんです。 デジタルグッズを使って日常を便利で快適に過ごせるように何か一つでもプラスになる情報をお届けしたいそんな思いでシステムエンジニアが IT 講師として日本全国を駆け巡っているデジタルです今回はカナー入力とローマ字入力についてお話ししましょう。 かな入力の大きなメリット。それは、ローマ字を知らなくても文字入力できることです。ローマ字で五重音を知っていても、ギャンブルやパパイヤといった、濁音、半濁音、陽音がわからない人もいるでしょう。その点、かな入力なら、 キーボードに刻印されている金文字のキーを押せばそのままひらがなを入力できます。頭で考えていることを文字入力することになりますのでしっかりとローマ字が分かっていなければ入力するローマ字を思い出したり入力方法を調べることになってしまいます。ヘボン式と、 訓練式の2種類あるローマ字のどちらの方法でも入力できるとはいえこれでは思考が中断されてしまって効率的に文章を作成できませんそしてタイピングする数もかな入力の方が圧倒的に少なくて済みますあいうえお といった母音ならローマ字入力でもカナ入力でも入力回数は変わりませんが子音を入力する際にはローマ字入力では2文字以上入力すす。る必要がありますもちろんカナ入力ならすべての文字を1回の入力で済ませられるのかといえばそうではありません。 濁音や半濁音を入力する際には基本となるひらがなを入力してから濁音キーや半濁音キーを入力しなければならないので入力回数は2回になってしまいますまた用音を入力する際にはシフトキーを併用することになりますので ローマ字入力と入力回数が変わらなかったり反対に入力回数が増えてしまうことだってあります。ですがそのような文字ばかりを入力することの方が少ないでしょうから文章を作成するという点ではカナ入力の方が圧倒的に入力回数が少なくなります。入力にも 当然ながらデメリットがありますそれはカナが刻印されているキーが多いということなんですカナは50音ありますので文字入力する際にはキーを探さなければなりませんキーを探すにしても50音順にキーが並んでいないのも大変に感じます どうやったら50万順にキーが並んでくれとったらええのになそう思う人もいるでしょうねもともとは1923年の大正時代に登場したかなタイプライターのためにカナ配列が作られましたカナの並びは最初から今の並びだったわけではなく 使用頻度の高い文字は人差し指の近くにしてあまり使わない文字を小指の近くにするように何度か改良されてるんです。そして1970年に電電校舎現在の NTT が作ったキーボードに採用されていた金キー配列が ずっと続いてるんですよさらにこの「カナの並びだけがデメリットではありません。ウェブサイトのアドレスやメールアドレスだけではなく今では日常的にアルファベットを入力する機会が増えていますのでかな配列に加えてアルファベットの位置も覚えたり 探したりすするる必要があるんですアルファベットは26個のキーだけですからカナキーの半分ほどしかありませんそのためタッチタイピングを身につけやすくなるのも嬉しいポイントなんですよねこれらのデメリットが大きいのでローマ字入力を行っている人が多いのではないでしょうかただ 絶対に日本語ししか入入力力ないのでであればカナ入力が一番と言えるんですアルファベットを組み合わせたローマ字入力よりも入力回数が少なくなりますので入力速度も必然的に速くなりますそして何といっても文章を考えることに没頭できるのが大きいんですよ 今ではアルファベット入力のデメリットを IME が補完してくれるようになっています。アルファベットを入力する多くの場合は固有名詞が多いと思うんです。そのような固有名詞は「かな漢字変換」でアルファベットに変換できます。もし「かな漢字変換で」で アルファベットに変換できなかったとしても単語登録しておくことで入力でででもアルファベットへ簡単にに変換できるるようになるんです。使い方を変えるだけで効率的な文字入力ができるようになりますので生活スタイルに合わせてカナ入力と ローマ字入力を使い分けるのもうねどうしてもキーボードに刻印されているかなが嫌だというのであれば英語キーボードやかなが刻印されていない日本語キーボードへ変更するというのを検討してみてはいかがでしょうか YouTube ポッドキャストではすでに配信しているポッドキャストを再編集した内容を配信しています。最新の内容は毎週木曜日のお昼1 2時に Spotify や ApplePodcast などのプラットフォームで配信していますのでそちらでお楽しみください。デジタル教室からあなたにプラスワン